はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。松村様、ご支援ありがとうございました。蓮舫事務所や立民事務所に脅迫ファックスが届き、警察が捜査開始だそうであります。ファックスだって。私は硫酸を手に入れた。立憲民主党の議員と家族にアタックする。蓮舫はナイフでめった刺しにして殺す。爆薬を仕掛けて6月24日に爆破する。などと書かれていた模様であります。爆破する。どこでんだろうね。これ、捜査に影響あるから、どこって書いてあったんだけど、報道しないパターンかな。世論です。今時ファックスって、ファックスすぐ捕まるやろ。下手すとビーって出てきた用紙に、電話番号何何何何から送信って書かれてますよね。昭和が、手口が昭和だな。犯罪手法だな。犯人は70歳以上と見た。太陽に吠えろ。時代のじいさんは逆探知しないとバレないと思っている。本気なら予告などしない。不思議と捕まらないでフェードアウトのパターン。あの凄惨な辻元事務所生卵投げ込み事件も未解決。謎のベランダ卵事件や焼肉屋脱糞事件と同じ未解決事件になる予感と。皆さん、話題作りの自演疑ってますけれども、自演の場合は警察に被害届出さないんで自演じゃなさそうですね。いつでもどこでも頭がおかしいのはいますから。脅迫にファックス使うってすぐバレそうなんですけど、コンビニ使えばバレないって思ったのかな。コンビニでファックス今できますからね。50円ぐらいだっけな。それだって送信時間と場所の特定、どのコンビニからってすぐバレんだから、店内カメラでバレるよね。太陽に吠えろ世代は逆探知でないとバレないと思ってる。あれこれありそうすごく、すごくありそう。手口が平成だなって書き込みありましたけど、いやいや昭和じゃないのかなこれな。アタックする。そこはかとなく漂う加齢臭。アタックナンバーワンであるとか、アタック25ってクイズ番組、小玉清さんですか、ありましたけど、私が小さい頃ね。アシッドアタックって言うんですけどね。振られた女性とか、自分のことを振り向いてくれない女性に復讐で顔に硫酸かけるって、ものすごい土人な国の土人たちがやってるの。全世界で被害あるんですけれども、全世界ではねえか。一部の国で、被害あるんですけど、それアシッドアタックって言うんですけど、硫酸を手に入れたアタックするだから、それのこと言ってんのかな。まあ、なんとなくね、ファックス使うであるとか、加齢臭が、否めないですけど、加齢臭については、私も人のことは言えませんけれどもね。大島で共産党が蓮舫凱旋告知チラシを巻いて、氏名と写真が入っているチラシに選管の証紙が貼ってない選挙違反ではと指摘されてしまいました。現物がこちらでですね、書いてある内容が、蓮舫さんが来党します。都政のことを中心に街頭で皆さんにお話しします。6月26日水曜日12時30分頃から大島町、大島町かな、開発総合センター駐車場付近、部内資料、日本共産党大島南部講演会。世論です。チラシ配りってアウトだったような。選挙管理委員会が交付した証紙が、貼られていない。今回は蓮舫だから世間が気づいただけで、普段から共産党は選挙違反しまくりだぞ。もはや日本共産党所属蓮舫さんとしか、うちは配ってた頃からもうやりたい放題やで。共産党は選挙違反しすぎだろ。勝手に応援チラシとか作れんのかよ。それを許したら金持ちが有利になるでしょ。自分のところの所属じゃないから、どこまで違反していいのか実験してそう。どうせ警察は動かないだろうと、やりたい放題。共産党の順法意識が低すぎる。あれ、損法意識だっけな。どっちだっけ忘れちゃいました。順法じゃなかったっけ。選挙期間中は公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布禁止ですね。告知日過ぎたら、選挙期間に突入したら、チラシ巻くのにはですね、選管の
証紙が必要で、無許可チラシは選挙違反です。証紙貼ってないチラシ巻いたら選挙違反です。証紙を貼る意味はですね、枚数の制限ですね。これ選挙によって異なるんですけど、区議選は確か2000枚、証紙渡されてですね、つまりチラシも2000枚しか配れないと。選挙始まるときに、届け出出したときに2000枚渡されるんですけど、そこから一生懸命チラシあるんですけど、これが貼ってないチラシは選挙期間中は配っちゃダメと。これ貼ってないチラシ配っていいよってことになったらですね、金に物言わして100万枚も配れちったら、不公平になるからね。豊島区は20万世帯ぐらいなんですけど、まあ100万枚ポスティングとか、したりですね、金に物言わして、100人街頭に立たしてチラシ配りさせたりとかはできない。2000枚までね、枚数の制限ですね。共産党が選挙違反しまくる理由、民主主義者が作った法律など守れるか、倒すべき悪の政府が作った法律など守れるか、権力に逆らう俺かっこいい、政府を倒して俺らが権力を握ったら物申す役らは処分するので、そんなどんな嘘で騙してもいい、こういう理屈なんですよね。これ豊島区議会で説明したら懲罰委員会かけられましたけれども、所詮は公安監視対象のアウトロースからね、犯罪組織が犯罪するのは、まあ当然ですよね。で、このチラシを、このチラシでですね、このチラシを撒いたことで、蓮舫を罰することができるのかというと、残念ながらできないと思います。共産党大島支部を罰することはできるが、大島の警察はやんなそうですけど、なぜ蓮舫を罰しないかというと、これで本体を罰することになると落選運動の手段に使われちゃいますね。誰かが小池候補を落選させたいと思ったら、勝手に違反チラシ作って、勝手に違反チラシ巻きまくって、で小池候補が罪に問われるようだと、選挙がめちゃくちゃになっちゃいますね。落としたいやつ落とせるようになっちゃいますね。違反チラシ巻いたやつも罰せられますけれども、落選させたい人に抱きついてですね、もろとも転落するならって考える輩が出てくるはずですね。なのでこの件は共産党大島支部が怒られるぐらいで終わっちゃいそうですな、残念ながらな。新聞赤旗、蓮舫知事を誕生させることができれば日本共産党は与党第一党に、ですから蓮舫知事を支える力をどうしても大きくしなければなりません。なんでなんだろうな、世論です。本当に書いてる。なんかこれもういろいろ意味わからん。気合の入り方が半端ないのよね。じゃあ余計ダメです。これは狂ったパヨじいさん大喜び、さすがプロの乗っ取り屋だわ。日本共産党が中国共産党員を応援するのは当然。中国共産党員というのは蓮舫のことだな。初めて赤旗見たけど、やべえな、これ狂ってるわ。共産党に利用されてる哀れな蓮舫、すべての権力をソビエト蓮舫へ、共産党つきましては共産党に募金を5つでも全部勝てれば共産党は24議席に、23議席の公明党を上回り、25のトファ、27の自民に迫ります。この部分が全人全然わかんない。5つとも勝てばって、蓮舫で勝ってても一生ではって思ったんですけど、なんか都議選、都議会議員選挙補選やってんだって、5つ、全部勝てればの話でしょ。与党第一党、蓮舫知事何も関係なくないんじゃない、赤旗記者いよいよ狂ったんですかね。前から狂ってますけどね、ますます狂ったんですかね。同じ記事で早速一部メディアなどが立憲共産党などと根拠のない攻撃を始めていますって。根拠あるじゃんか。立憲の蓮舫はですね、共産党公認候補扱いしてんだし、で、共産党、立憲共産党っていうのは攻撃になるの？それ立憲に失礼じゃないかって思うんですけど、パヨじいさん、パヨばあさんたち、蓮舫改選の人の多さに感激してですね、いけるって、ハイになってんだって。ハイになってるみたい。いける。勝てる。落選した時の落胆で、ぽっくりいっちゃうんじゃないかってぐらい、燃え上がってるみたいですね。世論調査だと、小池大幅リードらしいんですけど、どうなりますかね。2022年7月にですね、蓮舫が得票したのは67万票でした。170万票、
117万票、67万票って、選挙のたびに減らしてる、これをですね、増やすか減らすかに興味があります。2年間で推定30万人の都民が入れ替わってんですよね、実は。2年間で、1年間に150、60万人亡くなりますんで、まあ、日本中だと300万人入れ替わってるでしょ、人が。若い世代に入れ替わってるでしょ。で、都内だと10分の1で30万人ぐらいが入れ替わってますね、2年間で。で、高齢者と新しく18歳になった有権者が入れ替わってから、減るのか増えるのか、まあ減るんじゃないかなーって思ってますけれども、6枠ある、参院選とはまた違いますからね、1枠、日経調査、連合推しは立憲支持者の8割、共産支持者の7割、無党派層の1割。ってことは、立憲の支持率って 5% ぐらいだから、8割で 4%。共産党の支持率って 3% ぐらいなんで、それの7割で 2%。無党派層5割の1割で 5%。ただし、無党派層って、選挙行かないですからね当てにならないですね。そうすると合計で 6% の支持か、そうすると10% 取んないと供託金戻ってこないライン、もうちょっと危ないかもしれないですね。蓮舫ダメそう、世論です。海洋の再来かね、海洋鳥越俊太郎ですね。今のところ手際がかなり悪いわ。蓮舫陣営が喋れば喋るほどドツボにはまってる印象がある。支持者は勝つつもりで敗になってるんだが負けても格好つかないぐらい惨敗なら面白い。開票の時までパヨさんたちの宴が続くんだろうな。石丸にも負けたらやばいんじゃないの。2位にもなれなかったら面白いね。2位じゃダメなんですか。2位にもなれなかったら面白い。共産党の7割はひどいだろう。違反しながら頑張ってるのに。共産は田村指導部に不信感持ってるやつが増えてきてるらしいで。まあ除名されるからね。なんで朝鮮学校を無償化するって言ってる人を選ばなくちゃいかんのだ。パヨじいさんパヨばあさんいける勝てると思って灰になってるそうで、落選した時のツイッターの阿鼻叫喚が楽しみですね。開票作業で不正があったであるとか、都民の民度がーであるとか、多数が正しいとは限らないであるとか、ああ言いそう、多分言う。朝日や毎日もそう書きそう。都民の皆様めったにないとは思いますけれども、マスゴミの出口調査に出くわしたらですね、もちろん蓮舫に入れましたって、元気よく答えてください。でぬか喜ばせてください。その方がショックが大きいでしょうからね。今日の単身です。菅前総理、裏金の件の責任を岸田総理が取っていないことが不信感の原因と発言。自民党の支持率低下の原因と発言。それに対して自民党全体の責任だろう。自民党が信じられないんですよ。民間なら許されないようなことを平然としているから。などの意見多数でありました。民間で許されないようなことを、帳簿に書けないで行方不明になっちゃう金があるっていうのは民間じゃ許されないよね。うっかりなんつっても税務署そんなこと言っても許してくんないよね。岸田総理を頭に選んだのは自民党内の多数決なんだから、俺は岸田以外に投票したから知らねえ、岸田の責任は取れねえっては通らないですよね。私は気が狂っているが、権力がない野党議員よりも、例えば小西博之であるとかあれはちょっと笑えますもんね。何言ってんだバーガーみたいな、よりですね、全然分かってない権力を持つ自民議員、売国自民議員の方が嫌いです。中共のスパイの河野太郎であるとか、中共のスパイのアルフィアであるとか、経済全然分かってない鈴木財務大臣であるとか、パチンコ岩屋であるとか、多文化共生とか言って寝ぼけてる川口市長とか、夫婦別姓推しの経団連の会長とか、権力を持つバカスパイが気違いの野党議員より嫌いです。デニー沖縄知事、唐突に平和宣言を出してしまう。自衛隊の急激な配備拡張が進み、県民は強い不安を抱いている。守ってもらう勢力が増えたら
安心になるんじゃないのかって話なんですけど、人民軍の膨張とか嫌がらせの領海侵犯には安心なのか、さすが中国共産党のスパイですね。次の選挙は2026年9月だそうで、先は長いですね。丸2年あるな。県民の皆様、次こそ中共のスパイでない普通の知事をよろしくお願いします。下着泥棒で神奈川県警の巡査長38歳を逮捕、名無し報道なんですけど、県警が名前伏せたかな。神奈川県警の逮捕者は今年に入って5人目の異例の事態だそうであります。そうなんですけど、ネットではですね、神奈川県警だしであるとか、神奈川県警なら仕方がない、神奈川県警ってだけで納得などなどの声が多かったであります。神奈川県警評判悪すぎますね。しっかりしなさいよ。サウジアラビアのメッカの熱中症死亡者が1300人超え、気温が連日50度超えだそうであります。年に一度の大巡礼ハッジで、世界中から約180万人が訪れているそうで、180万人中の1300人になったら、率としては大したことなくない？暑さに強いな、さすがな、サウジアラビアの人はな。生きるも死ぬもあれ足台なんだし、まあ、巡礼中に召されたなら、巡礼中に神のそばに召されたなら本望なんじゃないんすかーって、ダンプ松本がですね、本望って言いたかったところ間違えて、それが私のモットーですって言っちゃったんですけど、まあ昔の話ですけどね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。